というわけで、もう、ストモリで。ストモリで2です。ストモリ2です。浅はかなのよね、ボケが。ということで、今日はですね、磯場の方に、はい、はい、遊びにやってきました。皆さん、何ですか、磯場って言ったら。英語で何て言うんだっけ。こっちでしょロックフィッシュっていうことで、はい、今日はフミオと二人で、旗を狙ったロックフィッシングをね、やっていきたいと思います。こっちみんなし。せっかくなんで、はい、対決しようかなと。お、バトっちゃう。うん、バトろうかな。いいよ。長さ？重量？長さっす。長さ。長さ。じゃあ根魚勝負ってことで。そうですね。旗をメインに七株だったり、うん。釣り方っていうのは何でもいい。何でもいいです。おお。まあ、ジグでも。あ、いいの。ワームでも。ワームでも。はい。何でもいい。もう縛りなし。餌とか持ってきたんですか。はい。え？餌釣りはちょっと邪道でしょ、はい。いや、そんなことないですよ。勝負にまあ水も甘いもないですから。借りれます？餌もらえます？いやでもなんか今イチャモンみたいなのつけたっすよね。頼み方あるんじゃないですか？いやもう釣るんで大丈夫です。じゃあ大丈夫です。フリーに動いていいんですかね？フリーに。あ、いいですか？動いて。はい、はい、ちょっとねポイント移動してきました。まあ、同じ磯の上なんですけど、14g のねジグヘッドにルーディーズの旗食いかな。はい、来ましたね。一撃。潮が結構走るポイントなんで。お、アコハタ来た。来ました皆さん。アコハタちゃん。いやアコハタよ。あキープでしょう。行けそうないかな。血出てきましょう。はい。さあ続けていきましょう。まず1ポイントリードかな。ちょっとね文雄先生と離れてるんで先生がどんなもんなのか評価が。ああこれでかい、これでかい。目が入った、目が入った。おー今のでかかったな。いやこれはトランバ、気長に待ちましょう。よし出てきた。でかかった。ちょっとタックル変えるわ。どうしました？潜られて出てきた時に、はいはい、タックル取りに来た。いやいや俺があそこに入ろう。ちょっとやってみますね。やばいやばい、このままやったらノーバイトすから。あ、今なんか触ったよな。今なんか触ったよな。寝かかっとるわ。はい皆さん、ちょっとねタックルをね変えてきました。絶対取りたいと、絶対釣りたいんだよと。ジギングタックルです。当たってる当たってる。よいしょー。ドラグ調整してなかった。うわもう楽勝ですね。ジギングタックル楽勝、これは楽勝すぎる。あーもうサイズアップしてますね。アカハタちゃん、いやいいっすね、綺麗ね。綺麗っすね。綺麗、煮つけうまそう。2ポイントリードしてる。2ポイント。いや違う違う、長さですか。長さか。いましたね。サイズアップしていってるね。いやこれはちょっと硬いよ。あ本当。サイズアップどんどんしてる。
わあ、いいっすね。うわ、ちょっと俺もうちょっと元気出しましょう。僕のロックフィッシング動画見てくれてる方はご存知の通りかと思いますけど、こちらガルプ行っちゃいますよと。はい、皆さん、このねプルンプルンちゃんをフミオに託したいと思います。まずはお匂いの方。おお、え、ちょっとやらしい匂いしない？あ , 笑っちゃった形もちょっとあれなんですよ、先っぽの方から。あーっすあっすリルレさんから伝授されたピンクプルンプルンちゃんをですね、投げていきましょう。とりあえず一匹釣ってちょっと気持ちをね楽にさせてもらおうと。あ、集中してますね。おお、来た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 、巻いて巻いて。なんなの？根のものにですね。根のものやったっす。あー、え、ジャングルから来た？あ、そうそうっす、みたいなもんですよ。僕ちょっとね、深場の方を狙ってるんですよね。こう、磯の奥の方、沖でかけて上を引っ張ってくれば取れるんじゃないかと。激しいんですよね、ここから磯が。よいしょ、あー、今の太かった。ちょっとね、難しいところにでかいのいそう。磯と磯の間にいそう。恐怖に耐えられずにお帰りになられますか？あんだけ餌使わないって言ったんすけど。餌とか持ってきたんすか？はい。え、餌釣りはちょっと邪道でしょ、はい、どうしても釣れないんで、ちょっと餌釣りさせてください。塩漬けですね、イカの切り身の塩漬け。切り身、美味しそうですね、この塩ぶつぶつ感が。これでもワンチャン食えるやつですね。いや、多分もう、あ、ちょ、おい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 、ちょっと、釣らして。あたりはさっきしてたんすけど、今回の、あ、来た。あー、寝かかった、入られた。魚やったと思いますね。あ、出てきた。あ、外してますね。なんで俺こんな釣り切れないんすか。え、おーし、おー、旗来た。最初来ました、皆さん、いいサイズ、これいいでしょう。やばい、超綺麗。釣ってるじゃないですか、散々俺やったのに。量が倒すね、これいい、今日一ですね、はい、また入れときますね。はいはい、あー、かわいい。ちょっとね、ポイント的に深いところで、まあ、シャロー流してます。もう回遊ポイントでしょ、下砂地なんですよね。できるだけ回線つけておくために、しゃくり幅のドラグも小さく緩くして浮遊させてるような状態ですね。やりましたね。やったっす。やりましたね。いい、綺麗なおっさん。ちょっと僕休憩してたんですよね竿を出しとかないと釣れるもん釣れないなと。なるほど、いうことで。じゃあそのままこうクリッてして、あの水出して、わー、あー、すごい、スーッわー、サーフィーン、ちょっとサーフィーン、すきますよ。780、うん、そうっすよね、これ780っすか。780、30近くありますよ、あるね、同調、うん、780、ほんと旗釣るって言おったやん。ちょっと旗難しかったんですよねリルレさんに勝負いたんですけど、ちょっと旗難しかった。何回もラインブレイクして、もう心もブレイクして、おお、いや全然おじゃないですよ全然見てください、もうなんかガポーって開いてますね。中見えます？本当だ。え、ちょっと入ってみて。いらっしゃいませ。あ、きれい、マジきれい。久米先生のロックロッククッキング、トゥルトゥルトゥルということで、はい、リルレさんがですね、はいはいはい、釣った赤旗、うんうんうん、を食べたいなと、磯で。なるほど。ということで、ちょっと今からささっと刺身にしていきたいんだと。え鱗をちょっとまず取りますね。今日水持ってきてもらったんで、もうバーッて取りますね。はい、磯場で魚をおろして食べたことなんて一生涯ないわ。皆さんどうですか、リルラの皆さん、あります？
先生、手際がいいですね、やっぱり。あ、あざます。あ、冷たい。すごくいい、すごくいいですね。頭落とそうかな。はい、頭落としましょうかね。てか、綺麗、赤旗ちゃん。赤旗、綺麗ですね。はい、おお、早い、綺麗、マジ綺麗。腹骨ついていきますね。はい、脂乗ってますね。こっちみんなし、皮引いていきますね。はい、刺身に切ってきます。どんな切り方がいいですかね。これなんか串とかに刺して焼いても美味しそう、ね。ああ、そうですよね。炭火とかでさ。あ、バーナーとか持ってきて。あ、とかね。刺身の完成です。赤旗の。どうですか。うわー、タコが。海の男って感じですね、これ。贅沢ね。ほんと贅沢。この風景ですから。かけますよ。バーって。はいはい、あー、シャバシャバ。あー、タコが。はい、タフガイ。すっごいタフガイ。じゃあ、いただきます。はい、うん。甘々、歯応えもやっぱり釣りたてやけ、歯応えも赤旗の特有の旨味と骨が残ってんのよ。あ、サザイン。じゃこれ、お、すごい、でかい。あ、いい気がする、いい気がする、すごいね。はい、いただきます。うん、うまいなのうまいのよ。ちょっと俺、これしたかったんですよ。これコンビニのツナマヨおにぎり、今日磯で食べようと思ってたんですよ。はいはいはい、はい、おにぎり、うん、これにおにぎりといえば山下ですよね。どうぞ。こっから山下ですからね。こっからや清志ですから。ここから清志、いきますよ。3秒前からいきますよ。3、2、1。おにぎりが美味しいんだな。おにぎりなんだな。うん、ちょっと見えてないから。刺身をいっぱいもうふんだんにこれもう乗せて食うと、うん、めっちゃうまい。いや、清志どこ行ったん。美味しいんだな。誰やね。うん、誰よそれ。おにぎりが美味しいんだな。いや、素晴らしかったっすね、うん、先生。めっちゃ美味しかったっす。手際も良かったし。あ、本当ですか。うん、まあ、もちろんね、魚のポテンシャルはね、うん、もちろん釣りたてなんで美味しいということで、うん、いや、赤旗うまかったっす、本当に。この磯場とやっぱりウェアのこの合わせてきたんやろうね。そうですね、馴染むように。すっごく馴染んでる、うん、磯なんだよ、お前は。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。メガネ型に焼けてるじゃないですか。マジ焼けてる。ジョワッチ、結構真っ白。日焼け止め塗ってますから。すごいのよ、清志。塗ってるんだよ。おにぎりが美味しいな。おにぎりを食べるために磯に行ったわけですけど、無事ね、おにぎりの上に刺身を乗せて食べることができたんだな。ってことで今日はですね、はい、ロックフィッシングの方をね、やってきましたけども、はい、まあまあオープニングでは対決みたいなこと言っちゃってて、うんうん、まあ、すごいんだからビッグモールスの方が、まあ、結果はね、ご覧の通り、ね、こういう結果になりますんで、勝者はリルレということで、そうですね。まあ、罰ゲームは罰ゲームとして、じゃあお箱のモノマネをします。おにぎりが美味しいんだな。うん、美味しい。チャンネル登録解除せんでね。